ポルボーは、フィンランド南海岸のウーシマー県に位置する都市、ポルボー郡に属する。2011年に東、ウーシマー県がウーシマー県と統合されるまで、東、ウーシマー県の県庁所在地であった。ヘルシンキからおよそ 50km 東に位置する。フィンランドの福インルター派のスウェーデン語教区でもある。 人口は2011年1月31日現在で48,802人で、そのうち男性が23,836人、女性が24,966人である。町の名前は、東部の森から町に流れ込むポルボー川の近くにあった、要塞に由来すると考えられている。フィンランドの6つの中世の町の一つです。 1346年に設立されたとされるフィンランドでモトゥルクに次いで2番目に古い町であり、14世紀の古書にはこの町の名前が見られる。1721年、スウェーデンはロシアとの戦争に敗北し、司教の滞在地を当時フィンランドで2番目に大きかった、この地に移した。1809年、フィンランド全土の市政権がスウェーデンからロシア帝国に譲渡され、 フィンランド大公国が成立すると、アレクサンドル一世は、ポルボーで議会を開催した。また、1992年には、イングランド国境会系協会と北欧諸国、バルト海沿岸諸国のルター派系協会の代表の、進学会談が行われ、ポルボーコミニオンが確立した。2011年、東、ウーシマー県がウーシマー県に九州合併され、ウーシマー県所属となった。 ポルボー川東岸の赤い倉庫この町はガムラスタンのような旧市街によって有名であり重厚で古い様式の街道に木製の家が並んでいる。旧市街の中央部にはポルボー大聖堂があるが2006年5月29日の放火による火災によって屋根が焼け落ちてしまった。貸しの木製倉庫の建築はユネスコの世界遺産にすることを提案されている。 19世紀の初期には、当局もこの町の価値を理解しており、新市街が建設された際も、グリッドプランに基づいているものの、旧市街と似た木製建築が建てられた。西岸の新市街20世紀末には、ポルボー川西岸で開発が進んだ。これにより、旧市街と対岸にもう一つの橋が必要となった。橋のプランは、トーマスシートネンの下で進み、 道路橋と歩道橋が設置されている。西岸のデザインは、対岸の旧市街に基づいて設計された。また、新たに大型商業園が工事中である。ポルボー駅の一般旅客輸送は現在閉鎖されており、夏の土曜日のみヘルシンキからの周遊列車が到着している。フィンランズアリエルコモアンビス1.1-2011 統計表ナンバー638アーカイブド2012年7月9日アットウェブサイトありがとうございます。